こんにちは、鉄道好き芸人鈴川彩子です。本日はこちら、サウンド N700 系新幹線を紹介します。はい、まずですね、こちらの N700 系新幹線は2007年に登場した東海道山陽新幹線第5世代の車両でございます。もうこれがね、かなり主力で現在走っております。はい、こちらですね、この運転席窓に N と書かれてあるんですが、これはですね、実車も実際にこうなっていて、これは JR 西日本の所属ということを示しております。これ走らせるときにこういうね、という感じでね、こう、まあ、手で動かしてもね、音鳴るんですけれども、まあ、実際にね、じゃあちょっとこれで音を出しながら走らせてみたいと思います。完成、走らせてみたいと思います。すごい、これサウンド、行き先とか全然全部変わりますね。博多行きと東京行きで、間新大阪でも止まります。すごいすごい、それが多分繰り返されて流れるんですね。ほんとね、これやっぱね、でもほんと車両は見慣れた N700 なんですが、音があるだけで全然ね、より楽しめる。いや、これはいいな。はい、ということでね、まあ、こちらサウンドプラレール、ぜひぜひ気になった方はね、チェックしてみてください。プラレールサウンド N700 系新幹線でした。ありがとうございます。